モンスト2018年フラパコラボ。今年もフラパの時期が近づいてきたので、今回は歴代フラパコラボの歴史について語っていこうと思います。以前動画でコラボ系はある程度紹介していたので、今回は2018年からいきたいと思います。 SAO コラボ第1弾。この年のコラボはまさかの SAO 発表のタイミングで、カワケさんがアミスフィアらしきものをつけた時点で察した人も多いはず。もともと2017年10月の電撃コラボでキリト&アスナのみ実装され、 SAO 単品とコラボして欲しかったという声が多かったので、ファン待望のコラボ。ガチャキャの性能はどれも癖が強く、キリトとシノンの SS はかなり高威力だったが、どちらも弱点に当てるのが難しく、アスナは汎用型のヒーラーといった性能だが、 SS が大した威力にならなかったのが印象的。まあ、この頃はやつがいたんでしょうがないですけどね。今回は高難易度クエストが存在しなく、初心者の方も原作再現を楽しめるようにされた比較的遊びやすいコラボでした。後に追加された絶景は原作ファン待望の演出で、遊戯を大量に運極にするユーザーが多かったです。やはりこのコラボの目玉は、 Twitter キャンペーンで5名様に当たる二刀流スマホケース。当時公開されたコンセプトムービーが衝撃的すぎて残念ですが、僕はこのコラボ二刀流スマホケースしか記憶にありません。さすがに実用性皆無なこれをスマホケースと言い張るのは無理があると思いますが、これ当たった人こっそり僕に教えてください。